JR 北海道にて、旭川駅から岩見沢駅行きの電車に乗った時の話です。旭川駅からすぐ出て、金分駅を到着して出てから鹿と衝突しました。駅員さんが慌ただしくなって放送が入りました。ただいま、鹿の撤去作業をしていますと放送が入りました。すごいことになったなと思いました。30分ぐらい、時間がかかって電車が動き始めました。岩見沢に着いたのは45分ぐらい遅れて到着しました。初めての経験だったので、いい経験ができました。次は、このような事故に遭いたくないですね。